内山美恵です。来ました、オフシーズンスノーボード in 東北クエスト。今回はですね、スノーボードのオフシーズントレーニング施設東北クエストでジャンプしていこうと思います。私自身もね、久しぶりオフシーズン開始ということで、あの騒音の原因なんですけどね、火花散っとるー。というわけでね、ジャンプするためにも息があるまんまだとマットが切れちゃう恐れがあるので、それでね、ここでこうやって使用をするエッジをダリングしてます。やばいやばいやばい、すごい、いや、めっちゃめっちゃ忘れてたことが1個、私忘れてたことが1個ありまして、これフリーライン用のアングルで、ありがとうありがとう、 水かけてもらった。キッカー用のね、アングルにしてなかったの、やばい。今ね、めっちゃ前向き、もう前向きで、板は前向きだし、気分も前向きだし全然横乗りじゃないよ。いつぶりだろう、半年ぶりだよ。よし、じゃあ行くぞ、行ってきます。いや、やばいね、楽しいね。お、来た。お、ナイス。イエーイ。ナイス。次はですね、滑ってる人目線カメラで行きたいと思います。ということはこうですね。はい。よいしょ。はい、じゃあこういう感じで行きたいと思いますよ。はい。はい、では行きましょう。せーの、よいしょ。おい、わー、はい、みんな目立つ方がかっこいいからって、こう大きい方がすごいみたいに思ってるかもしれないんだけど、これぐらいの大きさでチェックする、これ大事。例えば1回転360度回すにも基本があって、それがないと回せないんだよね。でっかい方がすごいなみたいになると思うんだけど、滞空時間があるし、向こうの方がなんとかなるっていうか、小さい方がシビアなんですよ。逆に言ったらスモールでできたらミドルでできるのが当たり前っていう感じなんで、私はねこっちのキッカーでひたすら自分が納得いくまで練習するっていうのが好きなんだよね。よいしょ。よし、次はですね、180に挑戦していきたいと思います。私ね、あの、まあ両方やるんだけど、ちょっとトゥー抜けでやってみようかな。あれ、でもこれカメラどうなの、トゥー抜けでやったら。あれ、ちょっとわかんねえな。まあいいか、やってみよう。いこう。持ってたら難しいね。着地でカメラがと思ってしまった。よし、次行ってみよう。最近ね、炭酸水飲んでる人が周りにいっぱいいて、炭酸水にちょっとハマってるんですよ。ゼロカロリーだしね、お腹膨れるしね、なんかいいかなと思いますね。あー、久しぶりにスピンしましたわ。スピンもね、回転力上げるためにこうリップである程度ごまかして回転数を増やして、スピンいっぱいしてるぜ、かっこいいぜっていうのを、私はそういう5回転は J
自分はあんまり、それよりも私はこだわりがあって、ちゃんとまっすぐにストレートで抜けてからこう回すみたいなのがすごい好きで、抜けてから回す、ここがね好きでやってるんですよね。こうやってね、何度も何度も登っては降りて、登っては降りてしてるわけなんですけれども、こうやって反復練習があったからね、プロになれるわけですよ。私はどっちかっていうと才能型じゃないんだよね。努力型でちょっと泥臭くやってきた方のタイプなんで、もう何回も何回もこういう、まあ、努力があったからこそ、まあ、プロ取らせていただけたのかなと思います。そこでね教わったのは、決して折れないこと、決して折れないで努力をしていけば、まあプロになれるわけですよ。私でもなれたんだからね。結構俳句してるとね、みんなに追い抜かれるんだよ。歩くの遅くねとか言って、私ね全然体力があるタイプじゃないから、高校時代とかも体育で走らせたら、体育の授業ですよ、もう部活してない子とか全部ひっくるめて後ろから3番目とかね。で高校の時はそれが恥ずかしくって、で私なんか本気で走ってないしサボってますし風にしてたけど、でも本心はガチで走ってそれみたいな感じだったね。気持ちいいよね。よいしょ。よいしょ。はい。目いっぱい時間内滑り切りました。動画だとかもね、こう滑らせてもらったんだけど、私はね、バックカントリーで雪山を歩いてる時もそうなんだけど、結構捕食って必要なタイプなんですよ。もう一度にガツンって食べるんじゃなくて、もうちょこ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 こう食べてるのが好きで、最近ねまたハマってしまったこの卵ボール。で本当はねなんかカルシウム入りみたいな薬局で売ってたやつが甘くなくて好きだったんだけど、今回もね大きい卵ボールを買ってみました。どっちかっていうとね、あんまり甘いのより甘くない卵ボールが好きって、なんでこれ何の話やねん。であとはね、はい、最近ねグミがね、グミなんて全然食べなかったのにグミ食べるようになりましたね。なんかおすすめあったら教えてください。はい、というわけで無事に滑り終わりました。楽しかったな。また滑りに来ようと思います。今回実はねスノーボードのプライベートレッスンも絡めて来させてもらったわけなんですけど、たまにねプライベートレッスンやってますので、初めてで東北クエストやり方わかんないなとか、私と一緒に滑りたいなみたいな人がいたら、ぜひぜひここカンパニーのね、あ、私のブログにココカンパニーの問い合わせがあるので、そちらで依頼をしていただければ、似て合えばできるかもしれないので、興味のある方は問い合わせてみてくださいね。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネルのご登録お待ちしております。 Twitter、Instagram もいますので、内山美恵で検索フォローお待ちしてます。よかったら他の動画も見てくださると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。